色素性カラガワ症は、常染色体劣性遺伝性の抗染過敏性皮膚疾患である。英語名の頭文字から XP と省略して呼ばれることもある。一般に、紫外線には、細胞内の遺伝子である DNA を損傷する作用がある。遺伝子に損傷を受けると、その細胞は、癌細胞となる可能性が高まる。また、 真夏の直射日光など紫外線を大量に含む光線にさらされた場合、遺伝子が損傷を受けるだけでなく、細胞そのものが障害を受け、細胞死に至り、水泡等のやけどのような症状を示すことがあり、これを日焼けという。通常、紫外線の照射により遺伝子が損傷を受けても、すべての細胞が死んだり、癌細胞となったりするわけではなく、 大部分の細胞は遺伝子の損傷部位を修復する機能、すなわち不定期遺伝子合成機能を有していて、損傷を受けた遺伝子を正常な状態へと修復することができる。しかし、色素性からがわ症患者では、この遺伝子損傷部位を修復する機能が遺伝的に低下しているため、遺伝子レベルの損傷が固定化され、異常細胞、すなわち癌細胞の増殖につながり、 皮膚癌が,が発生すると考えられている。不定期遺伝子合成機能の低下をもたらす、遺伝子異常の相違から、AG の7つの相補性群と、不定期遺伝子合成機能はほぼ正常だが、損傷のリコへ気候の異常から、遺伝子の損傷部位を複製する機能が低下している、バリアントに分類される。色素性からワ症の原因遺伝子は、7群及びバリアントすべての遺伝子が特定されている。 最初に特定されたのは A 群の原因遺伝子である。1990年に A 群の原因遺伝子が日本で特定され、色素性カラガワ症遺伝子と名付けられた。この遺伝子はヒトキューバ番染色体上に存在し、DNA 除去修復機構に関わるタンパク質の遺伝子と考えられている。色素性カラガワ症は常染色体性劣性遺伝性疾患であるので、 両親が保育者の場合、その子供に色素性カラガワ症患者が生まれる可能性がある。日本人に多いのは A 群と変異体で、欧米では C 群が多い。発病率に男女差はない。発生頻度は日本では出生15万に1人、欧米では出生25万に1人という報告がある。日本における色素性カラガワ症患者は、 約500人と考えられている。色素性からがわ症患者が紫外線に当たると、皮膚の露出部に異常に強い後半や水泡が発生し、火傷のようになってしまう。さらに紫外線によって、損傷を受けた遺伝子が修復されないために、皮膚癌になりやすくなる。色素性からがわ症患者に、皮膚癌が,が発生する確率は、健常者の約2000倍と言われている。また、 皮膚以外のがんの発症率も約20倍と言われている。3歳までに色素性からがわ症患者の約75%に色素肺などの皮膚症状が出現するが大人になってから発症する者も,もいる。発症の早い者ほど重症の A 群が疑われ皮膚がんも早く発生する。特に合併の頻度の多い皮膚がんは基定細胞がん、有極細胞がん、 悪性黒色種である。有極細胞癌や悪性黒色種は、転移を起こしやすく、死亡率が高い。日本人に多い英軍では、これらの皮膚疾患に加え、進行性の中枢神経障害や、末梢神経障害が発症する。これらの神経障害については、紫外線の照射量とは、無関係であること以外は解明されていない。神経障害を伴う軍では、 約年のうちに死亡する可能性が高く特に A 群の重症例では約3分の2が20歳までに死亡していた。しかし現在では運動やリハビリにより神経症状の進行を遅らせることができ寿命は伸びている。主なシーンには神経障害に合併した誤嚥性肺炎などが挙げられている。紫外線対策が必要となる。ありがとうございます。